ちょっとやってみましょうかね。ちょっと飛んでるっぽいんでね、どうしようかな。ちょっと予想が出てるのをちょっと見てみましょうかね。聞いてみますか。
まあ、こんな感じでやっております。ちょっと、ね、水飲みますね。こう飛びながらやってるんですよ、これね、結構ね。入ってなかった。
ますけどね、のんびりやっております。ここ通りながらやってるんですよ、これね、結構ね。もうちょっと頑張ってみましょうかねこんな感じでやってるんですよ、本当にね。
ちょっと一旦休憩。あんまり飛んでないような気もするんですけど、もう一回やろう。
Thank you.
こんな感じですね。そろそろ終わりにしましょうかね、一旦ね。一旦ちょっとここでね、休憩します。なんかね、ずっとこうやってね、ヘリが飛んでるんですよ、今日ね。あんま映ってないと思うんですけど。ずっとこのヘリが飛んでくるんで、そのたんびに聞こえなくなっちゃうんですけどね。まあ、そんな河川敷でやっております。でまた例によってね、変なことをやろうとしていて、7に10と14が使えたんで、10にもうちょっとなんか使えないかなっていうね、むちゃくちゃなことをね、また試してみようと思って、14できるかな、わかんないんですけど、本当はね、14やりたいんですよ。本当は14やりたいんですよ。14に合わせて調整すればいいんですけどね、ちょっとそういうことをやらずに。ものすごくひどいこと。ちょっと14できるかなっていう、ね、14ですね。これをね外して、こっちに付け替えて、ものすごいひどいことやってますけどね。これでちょっと適当に置いて、これでできるか。ダイポールね、10メガのダイポールのまんまやってますよ。はい、できるかどうか。14が乗るか乗らないよね、っていうのがあるんでね、難しいんですよね。ガンタさんかな。ありがとうございました。一応ね、14にも乗るみたいですね。じゃあちょっとやってみましょうかね。
まあこんなもんすかね。ちょっとずれてたんでね、最初拾えなかったんですけどね、フィルター2だとね500ぐらいの幅なんですけど、ちょっとうまく外れちゃってたんでね、気がつかなかったですね。こんな感じでやってみますね。もうちょっとやってみましょうかね。ずっとねヘリが旋回してるんですよ、なんかね。この辺でね授業やめましょう。